たちは実生活に必要な機敏な運動能力を持ち、離れた場所からマイクなしで人と会話をして行動するロボット、エミューを開発しました。エミューという名前には、軽快に動き人と対話ができる仕事仲間であるロボットという意味が込められています。軽快に動くこと、エミューは従来のロボットでは実現できなかった周りの人や物体に衝突しない安全性と、人の動きに合わせて移動できる速度を実現しています。人との対話ができる仕事仲間であること、これを実現するために最先端の高度な人工知能技術や音声合成技術を搭載しています。エミューのこうした能力は、人に安全、安心、便利、ゆとりをもたらすことができる生活サポートロボットとして求められた機能です。エミューは社会に役立つロボットなのです。はじめまして、エミューです。日立は我が国のロボット研究の草分けとして、今まで数多くの技術開発を行ってきました。日立は1970年に日本で初めて計算機制御による人工知能ロボットの開発に成功。以来各時代で最先端の技術を開発し、その成果を多くの製品に応用展開してきました。例えば人間が行くことができない宇宙などの極限環境で活躍するロボット、また人間の生活や生産ラインで活躍するロボットなどを開発してきました。そしてその技術の現時点での集大成が生活サポートロボットエミューなんです。それでは詳しくエミューの機能を4つのポイントから見ていくことにしましょう。エミューは人の動きに合わせた速さで動けるように、コンパクトで速く移動できる倒立二輪移動機構を採用しています。この機構によって内蔵したセンサーが傾きを計測し、安定した走行や停止が行えます。最大速度は人の早足に相当する時速6キロ。人に対して遅いといった不快感を与えないように設定されています。またボディを左右に傾け重心の移動を行うことで機敏な方向転換ができるなど、従来の人間型ロボットにはない実生活で必要な運動能力を兼ね備えています。エミューは活動中のものを含め周辺の障害物を検知すると、搭載されたセンサーによってその障害物の位置と動きを確認し、自らが衝突を回避するための経路を計算、衝突しないように障害物を避ける機能を備えています。エミュー、はい。エミューは1メートル程度の離れた場所からでも特別な道具を使わずに言葉でコミュニケーションできるように、複数の聴覚センサーと視覚センサーを装備しています。おー、エミュー。はい。何かご用でしょうか。明日の天気は？明日の天気予報は曇りのち晴れとなっております。またそれぞれの聴覚センサーで捉えた音の違いを分析し、音の方向を見つけた上で視覚センサーにより人の顔を確認することで、離れた場所からでも音声を聞き分けることができます。高品位音声合成技術により、従来のロボットのような不自然で聞き取りづらい声ではなく、自然な声で会話が行えます。私は皆さんの暮らしのお手伝いをするために生まれたロボットです。エミューは人間の腕とほぼ同じ自然な動きができるように
6つの自由度を持つアームを持ち、これによって物をつかみながら運ぶことができます。ここにも長年培ってきた日立のロボット研究の粋が注ぎ込まれているのです。またエミューには人間の動きを計測してデータに変換、これを活用するモーションキャプチャーと呼ばれる技術が導入されました。この新しい技術によって表現豊かな動作でコミュニケーションを行うことを可能としたのです。このエミューが開くロボットが活躍する未来社会がどのようなものになるのか、開発を担当された方にお話をお聞きします。まずはオフィスなどの公共空間で活躍するロボットとして完成させていきたいと考えております。例えば受付にいらっしゃったお客様を、目的の場所に案内するですとか、ないしはオフィス内で書類やあるいは、小さい荷物を、運搬するロボットとして実際の場で、使えるロボットとして完成させたいと考えております。私たち人間と共存・協調できることをテーマに、今までにない全く新しい発想で誕生したロボットエミュー。可愛らしい外見ですが、人間との共存・協調を実現する上で考えられた重要なデザインなんです。日立の最先端技術の結晶エミュー、どこかで彼に会ったら声をかけてみてください。きっと答えてくれるはず。エミューはあなたのパートナーです。どうぞよろしくお願いいたします。さようなら。